こんな思いを二度と日本の女性にこの先させてはならない、女性が医師になってはいけないという条文がどこにあるんだ。埼玉の偉大なる先人がエールを送った瞬間つながるわけよ、ここで埼玉です。はいはいはい。佐々木さん、前回は、所沢市を、まあ、なんとか3つ目のお題でクリアと苦戦はしたな。じゃあ今日も、はい、また何が出るかわからないので、はい、もう今佐々木さんドキドキだと思うんですけど、混ぜますよ、はい、本当に無作為にこう選んでね、決めてる感じである時代だから。まあでもね、真ん中から先取ってなかったかな。これ、お、出ました。熊谷。熊谷。なるほどね。熊谷の、個人的にはもうそろそろ放送禁止出てもいいんじゃないかなとか思うんですけど、なかなか、まあまあガチでやってる分、なかなか出ない、あれなんですけど。お、出た、放送禁止。決まってたみたいな、これ。なんか、あれみたいでしたけどね。いや、本当にこれガチなんで、あれですけど。熊谷の放送禁止トークはね、あのね、はい、ちょっと短いんだけど、はい、熊谷って、日本で一番暑いって言われてるでしょ？あ、よくテレビとかでもやってますね。うん、暑いぞ、熊谷とか言ってさ。はい、それがわーっとこう話題になってたけど、あれって実は熊谷に観測所があるからってだけなんだよね。ああ、はい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 。これね、俺ね、深谷の人に聞いたことがあるんだけど、はい、あの熊谷日本一暑い街って言ってるけど、観測所があるだけで実際は深谷の方が暑いって言ってた。家争いがあるみたいな、たまにいい話でした。たまだめ佐々木さん、ごめんなさい、あの俺、佐々木さんに前聞きました。いや、それはちょっと待って。いや、というか、何かで聞きました、それは。ちょっとあの、ま、こっち見てる人があれだからね。まあでもそうか、国がそう、一応そう、ダメなんだね。そうですね。じゃあもう一個行く。もうあれですよ、もう。まあまあ、あれですよ、一発で終わるよりは2個、3個喋ってもらいたいじゃないですか。マル秘観光出ました。観光スポット、はい、熊谷のマル秘観光スポットでしょ。そうですね。これはね、あのね、埼玉県の、いや埼玉県のみならずなんだけど、はい、特に埼玉県の女性には絶対に行ってほしい場所が熊谷にはある。それはもう何ですか、そのインスタ映えするとかそういうのでは、ね、いやじゃない、もっともう心のもうインスタ映えだね。心のインスタ映え、心のインスタ映え、なんか今年のノミネート取りそうな。熊谷にね、はいはい、荻野吟子記念館っていうのがある。はいはい。これ何かっていうと、荻野吟子っていう人が昔熊谷にいたのよ。はい。1800何年代とかの話ね。まあ結構前ですね。結構前ですよ。で、その荻野吟子っていう人は、あのまあ女性ね、もちろん、はい、18歳で結婚して、はい、19歳で性病にかかっちゃう。旦那さんから移されちゃう。はい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 。子供を産めない体にもなってしまう。ああ、確かね、もうだからそれで離婚したのかな、あ旦那さんと。確か、はいはいはい、とか で病院に行くでしょ。で病院に行ってもさ、当時の医者っていうのはもう男しかいないんだよ。ああ、まあ確かに今でこそ少しいますけどね。いるし、女性専用のクリニックとか女性医師もいっぱいいるけど、当時はもう男性の医者しかもういなかったから、そりゃなかなか苦しかったらしいのよね。あ、やっぱり女性のそういう、あ、まあ、確かにちょっとデリケートな部分では、デリケートな部分でそういうところをこう診察してもらったりだとか、うん、非常にこう侮蔑的な目でやっぱ医者からもちょっとこう見られてしまうのよ、なんだこの人はみたいな、うん、特にたまたま行ったところはそういうまた嫌な医者だったのかもしれないね、はいはい、そこで荻野吟子は決心する。こんな思いを二度と日本の女性にこの先させてはならないと。おー、はいはいはい、こんな思いをさせるのはもう私で最後にさせなきゃいけない、はいはい、だから私が医者になるって決めるのよ。そこでそこから猛勉強して、で、あの学校に通うんだけど、はい、入れないのよ、女だから。あー、もう女だろ、こういう世の中ですよね。もう何も女は医者になるとか勉強するとか何言ってんのと。はいはいはい。
ふざけんなって言って、はいはい、それであのなんとかこういろんなねあのお願いして入れてもらうんだけど、うん、もうね学校でずっといじめに遭うんだって。まあ女の人一人しかいないわけ。そうだよ、だって男子校に一人女性が一人行くようなもんだからね。あの女性が 医者になるなんてのはもうとんでもないっていう時代だったから、はいはい、そういう目で見られるし、だから荻野吟子はあの髪の毛をバッサリ切って、はいはい、男みたいな髪型にするのよ。で高下駄履いて、はいはい、男用のその洋服っていうかその袴、はいはいはい、みたいなの着ても、要は男性のような少しでもバカにされないように、あもう男性にこう扮してというか、心は女の人だけ だけどでもその場にこう適応するためにというか、するためにそういう嫌でもそういう格好をしてまでそこの学校に通う。はい、でもめちゃくちゃでも成績いいんだって、もうめちゃくちゃ勉強してるの。あ、はいはいはい、やっぱ優秀な人なんですすごくね、はい、であのお金もないからあの家庭教師のバイトとかして、はいはい、自力で稼いで学校通って、うん、ですごいいい成績で卒業するんだけど、卒業したら今度さ医師免許の資格試験ってなるでしょ。 ありますね、はい、資格試験も、まあ、受けるじゃない、はいはい、で受けさせないって言われるわけよ。これそれ女性だから、女だからってことで、もうこれでもうおこ、もう荻野吟子おこおこ激おこだよここでふざけんなって言って、はいはい、ここからがかっこいいのは、はい、荻野吟子はその要は女だから医者になるなとかって言うけど、はいはい、過去に日本にも女性で医師はいたはずだって言ってそれを信じて、はいはい、もう徹底的に古いなんかの書物いろんな文献とかを徹底的に漁るのよ。で、とうとう見つけんの、あ女性の医師が、昔女性にそういう医者がいたというちゃんとした記録を見つけて、それだけじゃなくてそういうふうに一生懸命やっぱ頑張ってる人っていうのはやっぱりね、周りもね応援してくれる人が出てくるんだね。あーまあまあまあそうですよね。なんかねちょっと具体的には忘れちゃったんだけど、荻野吟子にすごくこう力を貸してくれるある男の人がいて、はいはい、その男の人っていうのは非常にこうなんて言うんだろうな、こう結構権力があるというかね、発言権がある人 で、でその人も一緒になってこう怒ってくれたのよ。要は女性が医師になってはいけないという条文がどこにあるんだと。あまあ確かにないですよね。女性が医者になっちゃいけないと言うんだったらもうそれをもう書いとけと、法律で決めとけやん、あ、はいはいはい、書いてないじゃんみたいな、じゃあ行方させてやれよみたいな、で過去にそういう人がいたっていう記録も日本にはあるんだし、うん、そんな女性差別やめなさいと。でまあまあじゃあということ で受けさせてもらえることになる、はい、でそのタイミングでね3人の女性が受けた。あ、荻野吟子さん以外にもそう勉強した人がいたんですね。 いてやっぱり医者になりたいと思う女の人やっぱいたわけよね。で結局荻野吟子しか受かんなかったその時で、それで結局受かって女性日本初の女性1号だね、はいはいはい、女性1号の医者になるんだけど、はいはい、これでまだ話がもうなんかもうすごいですね。僕も一応なんか医療関係なのでなんかもうすごい心がこう動いてますね。これでまだ終わんないの、はいはい、ここからがね埼玉ミラクルが起きるの。埼玉ミラクル、埼玉ミラクル、ちょっと今口が回んない埼玉ミラクルになっちゃったこれがねその荻野吟子がその古い文献とかを探して、はいはいはい、女性医師がいたっていうのを見つけたって言ったでしょ。あ、言ってましたね。実はこれを書いたのが江戸時代のもう大変な学者、はいはい、あのヘレン・ケラーが人生で最もこう死と仰いでいると言われている花輪保喜一っていう人で、はいはいはい、この人はなんと埼玉の今でいう本庄の人なんだ。本庄市の出身の人。はい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 、つまりは埼玉の偉大なる先人が埼玉一号、日本一号の女性初となる医師にこうエールを送った瞬間なわけよ、これが。ああ、そのもう歴史を通じて、そう、つながるわけよ、ここで埼玉と埼玉。しかもまあ意外と近いしね、熊谷と本庄はね。そうですね、位置関係は近いですね。そうね。で、後に、花輪保喜一と荻野吟子と深谷の渋沢栄一、はい、この3人が埼玉三大偉人って言われる。ああ、渋沢栄一も今話題になってますからね。 そんな荻野吟子記念館、ぜひ女性だったら見に行ってほしいなというふうに思います。たまいい話でしたこれは間違いなくよしたまいい、いやこれはあのま
あ、僕個人的なその医療っていうところもあるんですけど、まあ、これ女性もそうかもしれないですけど、医療関係者は行ってもいいと思いますね。まずそこのちゃんと歴史を知るというか、もう一個付け加えると、はいはいはい、1年か2年前ぐらい、割と最近、荻野吟子物語っていうのは映画化もしました。あ、そうなんですか。映画化もしてます。若村麻由美さんって俺がすごい好きな女優さんなんです。すごい綺麗なね、はいはい、あの白い巨頭、2003年版の白い巨頭で唐沢俊明さんの奥さん役やってるんだけど、はいはい、財前教授の奥さん役、ものすごい綺麗です。その人があの荻野吟子役でやってる映画もあるので、それを見てもらってもいいかもしれないですね。ああ、いいですね。それに触れて、なおかつ多分絶対興味が出てくるじゃないですか、うん、でなおかつその土地に行ってみるという、そうね、最初にそういう大変なね中をもう切り開いたパイオニアですよね。むちゃくちゃかっこいいの、荻野吟子って。そういうところが